全日本プロレスの「暴走王」「スワマ4 7が王者「安西優馬25」との3冠ヘビー級王座戦13日エディオンアリーナ大阪第二競技場を現役最後の3冠挑戦にすると表明した都内で取材に応じたスワマはいつもと様子が違った鈴木秀樹と「バカバカ問答」を繰り広げる時の明るさも 暴走ファイトを繰り出す時の凶暴さもない静かに三冠の挑戦はこれで最後にしたいと思ってるからと口にし遠くを見つめた昨年8月に当時の王者青柳優馬に挑戦して以来となる三冠戦は2022年9月に陥落して以来1年10ヶ月ぶりの王座返り咲きをかけた一戦しかも 自身が持つ最多体感回数記録を更新する9回目の王座取りがかかる。一方で現在の王道マットは安西のほか、世界タッグ王者の斎藤ブラザーズ、ジュン・アンドレー、ら新戦力の台頭が激しく、急激に世代交代の波が押し寄せている。諏訪間は、若い力が育ってきてるしね、俺の役目も終わったかなと、老害になるつもりはないし、という考えから。 三冠戦線撤退との結論に至ったという。ただし退路を断ったのは、それだけ王座取りの気持ちが高まっている証拠。今年はデビュー20周年で一つの節目だからね。三冠王者として、10月の20周年を迎えるか、丸腰で迎えるかで天国と地獄。20周年を三冠ベルトを持って迎えたいと強い決意を示した。なお、グリートマットでリレット。 UWF 世界王座を体感した中島克彦36から挑戦者に指名されたが何それとこちらは興味がない様子今は安西との指定対決に集中している